そう未来というその空間は肯定でクロス開きモード積もる明日という星降り始めゼロも終わるこの誰の生き方も時計の針の動かす氷が落としたものはマニュアルなのない悲しみの旅に失ったものが加速する日々にウェザーアクションどこか大丈夫か？ふざけんじゃねえってあんな2台450馬力だぜこいつ来るのかアル確かに乗りやすくて速くていい車だけどちゃんと自分のものにできてるか坊や左からまとめていこっかまずテスター次に Z どこだアーバよおいおあすでに渋滞は2キロになっています事故は単独ただし一緒に走行していた車両ありとのこと横羽線各料金所にて検問配置今の事故で湾岸はしばらくの間走れないと判断したんだろうなにしてもすごいドライブをするよなどこまでもどこまでも走り続けていくようなになんとかったえ、どうしたの止まっちゃったわよ、後ろの車ベルト切れだベルト切れまいったなどうするの今夜はこれで終わりパンツだから履いてないよなはあ履いてないって何をうんあの止まってる車アベックっぽいなちょっと石田先生何する気よお取り込み級のところ失礼何ですかあなたすみませんちょっと頼みがあるんですよあのね実は彼女が履いてるパンストを売ってくれないかと。先生、あのレストランでしばらく待っててくれますか？え、君はどうするの？俺は少し上を走ってきます。いいわね。夜の箱根、付き合うわ。いいけど。カーブばっかで面白くはないですよ。よし。パンストって結構丈夫でさ、
十分ベルトの代わりになるんだよ。さすがおじさん、渋いこと知ってる。で、どうするのこれから。とりあえず東京に帰る。え？大丈夫だよ。たとえ今どこを走っていても、彼は必ず朝方湾岸に帰ってくる。目の前のスピードに現実感がない。まるで映画のスクリーンでも見ているような不思議な気持ち。走るってこういうことなの。わあ、星がすごいね。ついてきてよかった。一人でコーヒーなんか飲んでるよりずっといい。運転上手よね。悪魔と言われるこの車をまるで手足のように走らせて。こういうの努力？それとも才能かしら。さあ、俺にはわからないな。どうしたの？俺、焦ってるんですよ、今。交通情報です。湾岸線事故渋滞は先ほど解消しました。現在上下線とも流れは順調になっています。何時？それでは4時過ぎ。すぐに明るくなるな。都心環状線内回り外回りほぼ順調に流れています。またあの車。走るのを拒否し始めたような気がして、まるで自分から命を絶とうとしているようで。きっとこうやって今までいろんなオーナーを拒否してきたんだ。走るために生まれて、そして走ることを拒否して。だけど俺だけは拒否させない。私は今日この目でしっかりと見ておきたい。事故を重ね悪魔の Z と呼ばれて、それでもなおこの車に乗り続け、何かを求めるようにひたすら湾岸を走るこの子。この目で見たわけじゃないけど、レイナちゃんの話からすると間違いなくその Z が悪魔の Z と呼ばれていたものだと思う。さすが顔が広いのね社長、簡単に見つけちゃうんだから。あ、まあ。ん？偶然だよ。どうやら昔の知り合いだったみたいなんだ。知り合い？あ、そっか、社長レースのメカやってたのよね。じゃあ当時の。レイナちゃん、一つ約束してくれるかな。何？その男に会っても絶対に君の R のチューンを頼まないって。え？うん、約束してくれよ。それ
社長のメカとしてのプライド？コナールは俺が手を入れたっていう。そんなことじゃない。分かっていて、君のコナールを危険な車にするわけにはいかないんだ。危険って？ああ、彼の作る車は危険だ。北見純は地獄のチューナーと呼ばれた男だからね。地獄のチューナー。ああ。自転車屋さん？本当にこんなところに？昔の仲間から聞いたんだ。間違いないだろう。ごめんください。なんだお前ら。あれからちゃんと学校に来て、担任としては一安心だけど、もう少し目を離さないでいないとね。わからないな。何の話だそれ。いろいろと調べたんだ。悪魔と呼ばれた Z のこと。そしたら君が作ったということが。話だけでいいんだ。彼女がすごくその Z のことに興味を持ってて。だから知らねえよ、そんな車。北見のおっちゃん。おお、どうした。チャンバー取れちゃって。つけてつけて。バカ野郎、工具貸してやっから自分でやれ。ああ悪いけど帰ってくれるか。いろいろと忙しくてな。でも俺は今まで1000機以上のエンジンを組んだんだ。いちいち覚えちゃいねえよ。否定はしていたけど、間違いなく彼だよ、 Z を作ったのは。久しぶりに聞いたな。悪魔の Z か。北見と初めて会ったのは20年前の富士のサーキットだ。僕はその頃レースメカをやっていた。プライベートでは一番だった時だ。俺たちの作った車は早く、当時無敵のロータリーと互角に渡り合えた。ところがある日、突然現れたプライベーターの Z に予選でポールポジションを取られてしまったんだ。その Z は恐ろしいほどに早く、メカ兼ドライバーは北見だった。しかし本ちゃんはひどい雨、有り余るパワーを持つ Z は雨を嫌い、早々にリタイア。そしてレースの1ヶ月後、北見はその Z で事故を起こした。どうやら北見はそのレース車両にナンバーをつけて乗っていたらしいんだ。場所は透明、かなり悲惨な事故だったと聞いた。だがその事故から2年ほど経って、北見は戻ってきた。深夜の洋画から御殿場まで、当時透明レースと言われた行動最高速仕様のマシンを作るチューナーとして。それから間もなくのことだ、北見の作った車で一人のドライバーが瀕死の重傷を負う事故を起こした。それ以来次々と彼の車で事故が続いた。どうしてそんなに事故が？理由は簡単だよ。彼の組んだ車は誰にも乗りこなせないマシンだったんだ。それが北見を地獄のチューナーと呼ぶようになったいきさつだよ。当然北見にチューンを頼む人間も少なくなって、徐々に噂を聞かなくなった。なるほど、だから社長は危険だと言ったのね。誰も乗りこなせないほどの高速マシンを作る地獄のチューナーか。ダメだ、どうしても5000ぐらいに谷がある。
上は結構抜けてんだけどな。ま、そうしょげるな、秋夫。何のかんの言っても、ベースが何十年も前の車だ。それでこんだけ走りゃ上等だって。それに、いい機会じゃねえかな。年食って調子落としたこの Z と、これからはそれなりのペースで付き合うってのも。ここんとこ、ずっとぐずってたのは。え？走りたくなかったのかな、こいつ。ベストな状態で走らせてくれって。もしかして訴えていたのかもしれない。おいおい待てよ、秋夫。いいか、車ってのは所詮機械だ。それ以上でもそれ以下でもねえんだぞ。分かってるよ、こうちゃん。ここよ。え、ここ？昼間はどうも。あの、言い忘れてたんですけど、知ってますか？ Z は今も走っているって。走ってるんですよ、北見さん。あの悪魔の Z。だから知らねえって言ったろ。走ってるんですよ、今も。湾岸を。湾岸か。そんなもん関係ねえよ。それがどうしたって言うんだい、お嬢ちゃん。だって北見さんの作った車なんですよ。悪魔と呼ばれていたあの S30Z は今も悪魔のまま走ってるんです。悪魔のまま。誰も乗りこなせない悪魔に乗って今も湾岸を走っているドライバーがいるんです。本当ですよ、北見さん。あの速さはまさに悪魔だ。確かめてみません？その目で。なるほど、噂通りいい道だな。え、初めてなんですか、湾岸？ここなら300クルーズもまんざらホラじゃないかな。お嬢ちゃんもなかなかいい腕だ。多いから U ターンして環状に戻りますね。俺な、環状であまり飛ばすなよ。分かってます。このあれは山本のとこでやったのか？ええ、今はブースト 1.2 で500馬力前後。あの男らしいな。乗りやすくパワフルで壊れにくく。いい車ですよ。ああ、いい車だ。だけど世の中にはもっとヤバくて面白い車もあるよ、お嬢ちゃん。確かに北見の作る車には魅力があった。それはスピードに魅せられたものなら誰でもわかる、ある種の共通するたまらない魅力。しかし同時にそれはかなり危険な車でもあった。ある種の人間にはスピードは麻薬よりも効く。北見の作る車はまさにそんな連中にドンピシャとハマったんだ。最初の事故が瀕死の重傷を負うケースだったにもかかわらず、透明レースの連中は北見の作る車に夢中になっていった。国産、外車、L 型からロータリー、 2TG 回ターボ、北見はどんなエンジンでもやった。石田先生、後ろの車。オーバーホールしかないかもな、こうちゃん。だけどこの Z のエンジンをバラしてちゃんと組めるやつがいるかどうか、俺には無理だ、秋夫。組んだやつが分かれば。湾岸線へ入る。やっぱりあいつの R だ。
な速さで。間違いない。来た。悪魔の Z、 あいつだ。生きていた。北見の作るその車はまるで狂おしく身をよじるように走るという。それは同時に誰も乗りこなせないマシンだった。透明レースは毎週事故渋滞を作り、最高速ランナーたちはだんだん北見から離れていった。危険すぎるマシンたち、まさに地獄のチューナー北見純。そしてよりライトな進行チューナーの台頭でさらに客は減り、借金のみがかさんだ。だがある日、彼は一台の車を作る。北見が最も愛した車。北見のすべてをつぎ込んだ L28Kツインターボ。Z。そして翌年、工場は潰れ、北見は姿を消した。走り続けていると、あの Z は間違いなく死んでしまう。